浅見並区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。浅見並区1980年4月1日、広島市の政令指定都市以降に伴い設置された。広島市域のほぼ中央、広島の中心市街地から見て、北に位置し、区域はいずれも1971年から1973年にかけて、広島市に編入された祇園町、佐藤町、安古市町、 沼田町の旧は佐群南部四町の領域にあたる。区役所は旧安古市町の古市地区にあり、祇園、佐藤、沼田の各地区には区役所の出張所が置かれている。人口は広島市の8つの区の中で最多の約24万人。区東部の境界を流れる大田川やその支流に沿った平地を除き、区域のほとんどが丘陵地や山間部で、古くは 農業主体の地域であったか、昭和40年代後半から昭和50年代にかけて山間の地域も含む大規模な宅地開発が進み、広島市郊外のベッドタウンとして急速に都市化、交通網の整備が進んだ。現在は、広島高速交通広島新交通1号線等により、広島市中心部と結ばれ、マンション、住宅、 商業施設の増加もあって人口が増え続けている。計画都市である、西風新都の一部が区域内に含まれる。また、大学、高校などが多く置かれた、文教地区としての側面も持ち、区章はペンを模している。議論方面から見た、武田山、公民館は、教育の校を、参照警察消防工業は、以前三菱重工業の広島工場が存在したが2003年に、 閉鎖された。旧ユヤ重工は、コベルコ元気株式会社広島事業所となって、創業している。農業は、川内では、広島名付けが生産されている。江戸時代に京名を導入したと言われている。以下に記載する、商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの。 ショッピングセンターは、原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。大町駅広島高速交通1号線西日本旅客鉄道壁線高速道路、一般国道主要地報道一般県道広島市の文化財有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、 広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財登録文化財より、公立市立区内の公立高校は1975年以降の創立で、広島市の旧市内と違い総合選抜が行われなかった。結果、安古市高等学校が県立高校屈指の難関校となって、 旧市内の私立高校への上位層流出をある程度食い止めた反面、安古市高等学校のある、微車問題団地の生徒で、安古市高等学校へ入学できない生徒は、必然的に区内及び、朝北区の他校への遠距離バス通学が必至となった。このため、微車問題団地の住民の一部より、朝南、北区での総合選抜の実現の運動がされていたが、 アストラムラインの開通による通学事情の改善と、旧市内での総合選抜廃止の動きの流れの中で、実現せずに立ち消えになった。公立私立公立私立公立公立私立公立私立両名は夫婦。秋武田氏は上級3年の上級の乱の選考によって、秋国主語に任じられたことから始まる。武田信次が現行に備えて佐藤銀山城を築き、 南北朝時代に武田信武が足利高氏に属して先行を挙げ、海野国と秋国の守護に任命され、武田氏心が秋守護となった。大内氏と対立関係にあり、応仁の乱でも東軍方につき、以降、天子虎と組んで大内氏に対抗したが、1541年6月に大内氏の命を受けた毛利元成によって銀山城は落城した。 戦国時代末期から安土桃山時代にかけて、毛利氏の外交像として活躍した安国寺衛系は武田信繁の子にあたり、江戸時代前期、朝廷や徳川将軍家、諸公の診療にあたった武田道安も、秋武田氏の流れを組むとされる。また、子孫には、呉武田学園理事長の武田信宏がいる。秋香川氏は、上級三年の上級の乱の先行によって、 秋国に自動職を得て、香川景光が八木城を築いた。秋武田氏に従ったが、武田氏の滅亡により、毛利氏一門となって、香川光景が家臣として活躍。毛利水軍の一角も担って、多くの戦に参加して、功績を挙げた。毛利氏の傍聴違法以後の香川氏は、岩国領吉川氏の過労職を務め、香川正則は陰徳記を記す。 その次男の慶次には、遠方元年、千夜として、陰徳記の過筆、修正を行い、陰徳大平記を出版するなど、家人として慶に在住するようになり、倍月同王と称して、徳大寺家に仕えた。また、その子孫も、代々徳大寺家に仕え、著名な家人を輩出した。香川政慶は、現在も岩国市に残る、香川課長や門を建て、香川慶明らは、 文化三年、今ず、室の木を機関宅事業を進め、朝里と根の改作と名付けて、岩国を海上交通や物流の拠点とした。また、文人、歌人としての家系である香川わしらしく、国文学者や歌人としても活動。岩国市、不自由の松岩尾院には、京、秋田の書が残っている。ありがとうございます。